チャートゥッティースズです。こんな大きいナス、あ、いたたた、なんかチクチクしてる。見てこのナス、なんかトゲがついてる。何このナス、わかります？これこのトゲトゲにやられた。ほらトゲがついてんの、このナス。作ります。先にヘタ取りますね。よし、今まで特に気づかなかったけど、ヘタにトゲがついてるの。あー怖い。横でもいいし縦でもいいんだけど、輪切りにします。じゃあこれぐらいの厚さの輪切りにしていきます。こんな風にどんどん切っていってください。後で火を通すのでね、少し絞むからと思って少し厚めに切ってるんですけど、もうちょっとだけ薄く切った方が良かったです。熱々に熱したグリルパンにこうね、ナスを、こんな感じでさっき切ったナスをグリルパンで焼いていきます。でオリーブオイルとか特に引かずに、その熱々の上にナスを置きます。で弱火でじっくりと焦げ色がつくまで焼いていってください。でね、うちのグリルパンちょっと小さめなのでね、何回かに分けてこうナスを焼いていきます。で揚げたナスはそのままね、粗熱を取っていってください。焼けたでしょ。そしたら一旦これはね、火を止めてあって、これで粗熱を取ります。でその間にマリネする材料をね、切っていきましょう。あった、あーどげ。はい、使うのはイタリアンパセリとニンニクです。まずイタリアンパセリを洗い、だいぶしなしなのイタリアンパセリだけど、まだギリでいけると思うのよね。これをみじん切りにします。そしてニンニク、ここにオリーブオイルを下に敷きます。よいしょ。でね、マリネなので結構なオリーブオイルは今日は使うのよ。でもびっくりしないでください、そんなもんなので。リンゴ酢です。リンゴ酢もちょっと入れます。ちょこっとね、これも本当お好みなんですけど、酢が強すぎるとあんまりっていう人は少なめでいいと思います。混ぜて、塩ちょっと、塩。そしたらここに熱々、まだ粗熱取れてないね、ナスをね、乗っけてきます。こんな感じで、だいたい乗ったらここにイタリアンパセリとパラッとして、また上からオリーブオイルをちょこっとかけますよ。オリーブオイルをかけ、あんまりここでかけすぎるとあれだけど、でもマリネだからやっぱり今回は使わなきゃダメよね。で、あ、忘れた、あ、忘れた、ちょっとリンゴ酢もちょっと入れて、こんな風にオリーブオイル、リンゴ酢、塩、ナスで、その上にイタリアンパセリ、ニンニク、そしてまたオリーブオイル、リンゴ酢、ナス、塩、イタリアンパセリ、ニンニクっていう風にね、層にしていってください。でこちら冷蔵庫で 3,4 日保存が効くので、保存食としてね、多めに作ってタッパーに入れて冷蔵庫の中に入れておいても、この味が染み込んでね、美味しくなります。で温めないでそのまま冷たいまま召し上がってください。すごく美味しいです。イタリアの夏の定番です。完成です。1日経ったナスです。食べてみますね。美味しそう。うん、なんか思った以上にマリネしちゃっても大丈夫なのかも。うん、なんか薄く切った方がいいわ。ちょっと厚く切りすぎたけど、夏にぴったり。
食欲のない時でも食べれると思います。